の。なあ運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。
おかえり。出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なーに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。
ねえ、ほど彼か。いや、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛み噛めん。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹馬くん、そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田明彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて、私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで。て
転校って慣れるまでは気づかれするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい彼の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちっと寒いさ。なんで？どうする？マユミ。全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ行っちゃおっか。つまんね。大マジだって。超ビビった俺。作ってない？ゲージョープレゼンツザ・ベイ・ハッピー・チーナーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧状エレクトロニクスの提供でお送りしました。レイジです。自然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は。見ての通り彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。また
お会いしましょう。調子どうよ。今だろ。帰りどっか寄ってかね。そりゃお前寄るっつったら。ああそうか。お前越してきたばっかだもんな。んじゃ案内してやるか。すぐそこだし行こうぜ。コロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。お前横から見てくれね。もう一回、もう一回だけ。
おかえり。